どうも、レオンです。今回もですね、サッカー関係の動画、ちょっと上げて、発信しようかなと思うんですが、今回はですね、コンサドーレ札幌のミシャ監督。正式名なんですかね、ミシャ・ペトロビッチって言うんですか。まあ、通称ミシャ。もう、誰にでミシャって言いますけど、この監督についてちょっと物申したいなと思ってて、まあ、コンサドーレって、まあ、ミシャが就任して、まあ、3年目か4年目なんですね。いや、もっと経ってるかもしれないですけど。一向にこう、結果が出ないんですよ。まあ、人に言わすとね、ミシャはすごくいい人で。で、練習も楽しくて。で、こう、徐々に力もね、選手たちもついてきてるん、つけてきてるんだっていう評価なんですよね。いろんなサッカー界のその評価を聞いてるとね。ただね、この人ね、もともとはサンフレッチェ広島で監督したんですよ。で、サンフレッチェ広島にいる時も、同じこと言われてるんですよね。いいサッカーしてるよねって。でも、結果出せずに、なんやったらサンフレッチェを J2 に落としてるんですよ。で、サンフレッチェの後は、浦和に行ったんですよ。浦和レッズね、あの名門。で、そこでも評価は、いいサッカーしてるよね。でもタイトル取れず。まあ、それカップ戦とかなんか取ったのかもしれないですけど、そこまで覚えてないです。まあでも、J リーグのタイトルは取ってないです。もちろん ACL も取ってないしね。で、買いに。で、コンサドーレ行きました。コンサドーレでも、あ、いいサッカーしてるよね。ってみんなが言うんですよ。でも、プロの世界結果なんちゃうみたいな。結果残さなあかんのちゃうみたいな。だからちょっと俺、ミシャも J リーグに甘えてると思うし、フロントもミシャに甘やかしすぎ。まあ、そのうちきっと勝つだろうみたいなね。いや、そんな甘いないでって。俺もっと言うと、多分ミシャも永遠に勝てへんで、多分。俺の感じだと。あの人には勝者のメンタリティがなくて、すごくわかりやすく言うとね、攻撃が大好きなんですって。だから練習は基本的には攻撃の練習ばっかり。点取るぞって言って。で、それで点取れたらいいじゃないですか。点取れないですよね、そんな簡単に。相手プロなんで。だから、見てる人が楽しいですって。別にそんな、見てる人楽しいかって。サッカー関係者が楽しいってだけで、多分サポーターとか別にそんなことよりも勝ちたいと思ってると思うんですよ。なんで、ミシャはそろそろ切り時かなって、俺は思いますね。ミシャに足らないのは、勝者のメンタリティ、チームを勝たすっていうね。プロとして最も大事な部分。勝つってこと、ね、その上で攻撃的なサッカーをしよう。が、筋なんですよね。彼は、勝つことはまあ、そのうち勝つだろうって、2番って3番になってるんですよ、その目的がね。まずは美しいサッカーするみたいな、攻撃的なサッカーをするみたいな感じでね。ビジョンは大事なんですけど、やっぱその勝つっていうそこにね、もっとフォーカスしないと、まあそのうち、降格かな、みたいなね。いう感じはするんで。まあおそらくタイトルは取れないと思います。間違いなくね。なんで、コンサドーレ、関係者、ミシャを解任した方がいいかなと思います。はい、でないと、本当の意味での次のステップ、タイトルを取るっていうところにはいけないんじゃないかなって。もうある程度 J1 でやれるっていうのは分かってきたわけじゃないですか。ね、街の規模とか、スポンサーのね、大きさから考えてある程度まあ戦えると。でもある程度戦えることが目的なのか、もうそろそろ勝とうよってことが目的なのか、多分サポーターも分かってきてると思うんで、もうミシャじゃ無理やなって、はい、いう感じなんで、さようならミシャ、はい、また他のとこで頑張ってくれ。